はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人、はじめまして、シラコングです。今回ね、お前がナンバーワンだ、タイのベジータね、ちょっと紹介してくれということなんで、まあこちら今回ね、まあ参考がてら、まあ僕もそんなにめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、まあふーんぐらいで聞いてもらったらありがたいです。こちら、まあタイベジータは、まあ公的種カテゴリーのね、リーダーです。で、なおかつ、必殺技ラインナップこんな感じです。ファイナルバスターキャノンが一旦ディフェンス上昇で、それから、こちらですね、ビッグバーンアタックは、まあ、ディフェンスを大幅に低下させる。で、ユニット技、まあ、魔人ブー編の悟空がね、味方にいるときね、記録18で以上で発動可能となってます。一旦アタックは大幅上昇するというふうな感じで、まあ、あとはディフェンス超大幅低下、 100% ですね、 100% 低下させるというふうな感じになってます。で、パッシブスキルこんな感じで、アタックディフェンス 70% アップ、自身の記録メーターにつき、まあ、1につき 4% アップ。で、最大値が 70% なんで、だいたいいくつ取ったらいいんだろうというと、18だね。記録メーター18でマックスです。で、記録メーター18でマックス 70% なんで、これって、行動した時なんですよね。だから、初手において、あ、記録メーター結構あるわ、大丈夫、守れるわ、だとダメなんです。行動した時に反映されるらしいので、2番目、3番目配置が一番ベストかなと思います。で、それで木玉取って、それを参照にしてっていう感じですね。で、倍率としましては 1.7 かけ、ここ掛け算ですね。1.7 かけ 1.7 の189ぐらい違うかな。まあいいや。まあ 200% 近く上がると思います。で、名称に悟空を含むキャラが、敵か攻撃参加中の味方にいるとき、記録プラス3。さらに魔人ブー編の悟空だと、さらにプラス3されるっていう風な流れで、まあ、プラス10、だから記録メーター12は最低で保証される。魔人ブー編の悟空がいるときは、記録メーター最低でも12が保証されるっていう風な形になってます。そこから、18なんで、そうですね、12、6取ったら OK みたいな感じですね。うん。で、こちらですね、まあ、アクティブスキル魔人ブー編カテゴリーの悟空がいるとき発動可能となってます。3ターン目以降、まあ軽いですね。一旦アタック 59% ディフェンス 78% 記録プラス1となってます。だから、まあ狙えるときに狙ってもいいと思います。まあ打てるんだったらすぐ打ってもらってっていう感じかな。1突ですね。で、メンツこんな感じで、ちょっとやっていこうかなと思ってます。左上から2G、右1突、真ん中2G、真ん中2G、左下2G、こいつは2突ですね。まあ、それぞれキャラ紹介はあんまり必要はないかなと思うんですけど、まあ、軽くね、説明しようかなと思ってます。アタック、ディフェンス 120% アップのダメージカット持ちです。まあ、超必殺技がね、かなり打ちやすいっていうキャラで、アタック、ディフェンスがね、一旦上がるんで、まあ、それを狙いつつっていう感じで。まあ、ベジットになるのはもう本当に、体力が減った時ですね、70% 以下だったかな。77% 以下か。だった時発動可能なんで、まあ、4ターン目以降長引きそうだったら発動して、そのターンでなるべく倒す。で、HP マックスの状態で次のバトルに行くっていうのが一番ベスト。まあ、今回極限バトルを挑む予定なんですけど、次のバトル挑むっていうのが一番ベストかなと思います。で、こちら悟空3ですね。こちら、130% アップの虹キラマ1つ取得ごとに 30% アップですね。はい、30% アップなんで、かなり高倍率のバフが得られる。で、なおかつ中確率回避、中確率気絶プラス、7ターンの間連続性効果抜群なんで 1.4 倍のダメージを得られるというふうになっています。で、ベジータは気力、まあ、18を打てるように、まあ、今回はそのメンツにしました。こちら技のベジットですね。 150% アップの、キラマ1個につき、15% ディフェンスが上がるというふうな感じで、であとは回避発生率であったりとか、味方へのバフですね、でかいですね。ですね、はい。で、ごめんなさい、こっちだね。こっちが、味方全員の記録プラス3してくれるんで、ベジータもかなり超必殺技が打ちやすいんじゃないでしょうか。まあ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 、まあ、ただまあ、こいつとこのベジット両方とも3番目に置く予定なんで、まあ、かぶればの話ですけど、それでも、技のベジットが来た場合、アタックディフェンス 30% アップしてくれるんで、かなりでかい、タイのベジータでも守れるんじゃないでしょうか。で、こちらはご飯店ですね。まあ、あんま使わへんから今回連れていくことにしました。それだけの理由です。まあ、ディフェンスバフはね、結構しょっぱいところはあるかなと思います。まあ 100%、 まあ最大値まで育てるのはかなり大変かなと思います。はい、まあやっていこう、とりあえずやっていこうぜ。はい、やっていきましょうか。とりあえず並びはまあ悪いと思う。
めちゃくちゃ悪いよ。まあ、これどっちでもいいんだけど。アイテム使うか。そうだね、アイテム使うのはちょっとやばいな。はいや。とりあえずやっていきましょう。まあ、おのおのでね、随時解説をしながらね、やっていければなとは思ってます。よろしく。で、真ん中のビジットね、こいつ味方へのサポートが優れてるんで、とりあえず必殺技を打つようにしましょう。そうすると 30% バフ得られて、さらに高確率で、さらにバフが得られる可能性があります。で、この地の方が、回心率上がるのと、味方への気力プラス3という風な感じでね、タイのベジータとかかなり超必殺技、気力メーター18以上が得やすいんじゃないかなと思います。いや、いいよ。ドーン、いいね。さらに 30% 加えていく。まあ、こいつしかもまあまあ普通に素晴らしいじゃねえか、素晴らしいじゃねえか。おい、一人で持ってくぜ。やべえよ、結構守れる。そしてで431万、強いですね普通に。で、技の方が回避率上がるのと、味方へのアタック、ディフェンスだったかな、 30% 上昇となってるんで、さらにバフに磨きがかかると。素晴らしいですね本当に。だからここも余裕で守れると。まあ、アイテム使ってるからっていうのもあるけどね。さて、ここですね、問題は技のベジ、技の方をいっちゃおう。そうだね。で、プラ7で、あー、これあれだね、まああっちでもいいか。あ、そっか、技悟空おったわ。お前魔人ブーヘの悟空やったな。忘れてたわ。全然存在を忘れてた。そうそうそう、今回で、技の悟空3がいるから4ニット必殺技が打てると。ね、なおかつ、気力バフがマックスで得られてる状態ですね。うん、素晴らしいや。で、悟空&ベジータをこっちに持ってきたいっていうのはある。ドーン。オーマイガー。まあでもさすがその極限バトロっていうことだけあって、やっぱり結構火ダメはね大きいんでね、注意してください。デューサー剣。悟空3とりあえず一周させましょう。一周させてなんとかします。どうするかな。あ、これこっちでいいんだけどな。まあ、やっぱり反転持ちやすくなるから、地のベジットもやっぱ強いですね。まあでも個人的には技のベジットの方が強いかなと思う。まあアタッカーよりか守備よりかっていう違いですけど。むぎゅ。あー、余計倒せましたね。じゃあ次行きましょう。次が、3人ですね。ご飯、トラン、ご飯、ゴテンクス、ピッコロですね。よし、じゃあやっていこう。まあとりあえずピッコロじゃないわ。ベジータを固定でいこうか。それがいいよね、みんな動画的にも。うん、悩むね、これ。これは悩むわ。まあでもせっかくなんで、こっちだね。まあ守れるけどっていった感じか。ん、守れるよねこれ。いや怖いな、でも下げとこ。怖いよ、普通に怖い。これでいきます。まあ大丈夫でしょう。で、追撃はないと。で、ご飯にとりあえず大ダメージを与えてほしいよね。で、ディフェンス超幅低下なんですけど、極限バトルとかにおいては、ディフェンス面の問題ではなくて、ただの相手の HP の多さの問題なんで、そんなにもう前動画でお伝えしたように、ディフェンス大幅低下とかは正味気にせんでいい。うん、こっちが受けるディフェンス低下はやばいけど、この極限バトルとかにおいてのディフェンス低下はそんなに注視すべきものじゃないし、わお、あの長期戦に至っても最終的にはデバフ無効、ナイス、デバフ無効になるから、デバフ無効になるから、あの噛んだんで3回言いました。あのそんなにね、本当にディフェンス低下持ちの必殺技
持ってるわやったーっていうことは全くないな。あんまないな。あーこれ取りてえな。こっち取ろうか。で技悟空はまたちょっと表の方でね、表じゃない裏の方で頑張っていただきたい。そうすることで、まあなぜこういう風な調整をしてるかっていうと、即のベジットですね、あいつが結構厄介なんで。なんでこっから総入れ替えですね、ほんまに。あーでもそっか、そしたら技、そうだね、技反転を表に行かせるか。結構悩ましい部分あるけどね。と、いいね、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、もう最高。すげえ適当に言ってる感あるけど、そんなことないからね。技の反転が裏にいるから次表に生かしてっていう感じでいったら、まあ一番ベストかな。極限バトルとかにおいてこうやって相手の HP がうわ半分以下になったら、とりあえず並び順を変えた方がいい。絶対に絶対に変えた方がいい。次のステージを意識する。だからここで言うとこうするというふうな流れですね。でここはとりあえず美味しいのがトランクスじゃない、ゴテンクスが気絶入ってることやね。これがマジでうまい。じゃああとはもう狙うのこいつだよねって思うんだけど、どうだろう、倒せるかわからんので、とりあえずアイテム使いたいところ、使おうか。なぜか反転が怖いから。反転はマジで怖い、食らうのが。まあ、ここでねピッコロは倒せるんですよ、絶対に倒せる。ただご飯が倒せるか微妙なんですよね。あれ倒せた、倒せたか。おお倒せたよ、よかったよかった。これで倒せてなかったらめっちゃ恥ずかしかったぜよ。倒せるか。結構ね極限バトルとかにおいて、いやまあでも大丈夫じゃないっていうのが一番危険なんで、それは絶対に避けた方がいい。ベジタになっちゃえ。さあこいつがスーパーベジットということでいきましょう。まあ反撃では倒せんな、多分倒せんから慎重にいきたい。まあこういった並びになってますけど、まあまあしゃあない、これはしゃあない。ここであわよくば倒せる、倒せる、オーケー倒せたね。うまいこと会心が入ったね本当に。で多分真ん中までには倒せるはずなんで、真ん中までに倒しましょう。ここですね、よいしょ、 OK ナイス。高確率 50% を引いていくと素晴らしい。じゃあ次のステージいきましょう。次がベジットですね。ベジット攻撃回数が多い上に、必殺技の威力が結構高いんで注意ですね。まあこれはまあでも前動画で出したような感じで聞いてもらえればありがたいです。すげえ適当だけど。まあねこいつがねもうちょっと気力プラスがあるかな、金色の戦士ぐらいじゃないかな確か。そうだよね、王の血筋、いやないな、王の血筋とか絶対ないから、王の血筋とかベジータ並びになっちゃうから絶対ないんすよ。だからもうちょっとなんか気力リンクあったらなって思う、本当に本当にもったいない。だから打ちにくい。正直ほら打てないよね、打てないんだよね。まあでもしゃあない、そういうもんだと思う。そうなんだよね、打ちにくさが問題だから。正直本当にフルで性能引き出すんだったら魔人ブー編の悟空は絶対に入れた方がいい。あ会心でね、出ないか。
まあでも言うてディフェンス上がるからまあええけどね、うん、普通の必殺技でも 30% から上がるんで、で70%まではいかんかったけど1につき 5%、 まあせいだ、まあいいや、まあ、70% まではいかなかったけど、ギリギリを狙うことによって、ギリギリを狙うことによって、まあまあ、ディフェンスとしてはちょっと上回ったんちゃうかなと思う。今日はあれやね、神回やね。そっちの意味の神回じゃなくて、俺が噛む方の神回やね。うわ、並び割り。そうかそうか、記録リンクがまあこのチームの問題点でもあるな、まあ、そこはちょっとね、まあ、皆さんうまいように改善していただければありがたいです。これでいきます。なぜ技を最初に置いたか、回避率を上げるためで、高確率で必殺技が出るから、それを期待しての戦闘ですね。そうすれば味方へのバフが得られると。 OK、 来ましたね、素晴らしい。ちゃんとこのチームもね、まあ、気力リンクはあんま考えてなかったけど意外に考えてる。うん、あとはもうこの反転自体は最近全然使ってねえなっていうので入れただけ。使いたくなるじゃん、使ってないキャラって使いたくなるじゃん、そういうのないですか。特にもう最近僕ヤムハンとかめっちゃ使いたいですね。ああ、オッケーオッケー。まあこれで多分必殺が飛んできてもそんなに大したダメージは食らわないはず。うん、オッケー、じゃあ次行くよ。ああ、並びめっちゃいいけどどうだろうな、まあ、虹木玉4つ取れるからもうこれは絶対これなんだろうけど、で使います。かっこいいな、素晴らしい、まあ、これでさらに打ちやすくなるというふうな感じで、こんな感じですね。で今が、53万の14万ですね、普通に強い、うん、でしかもこれあれだからね、70% は反映されてないから、ね、そうだから、こっからさらに、1.7 倍されると思っていただければ幸いです。だからより上がります。オッケー、さあ382万というふうな感じですね。よいしょ、地球に向けてドーン。おー、最後かっこよく終わるんじゃねえかこれ。みんなまさかこんなことがあるのか。大丈夫、二次元玉4つ取ってるから 120% さらに上がってるから絶対に守れる。はい、OK、さあ594万強い、頼むぞ悟空、宇宙に向けてドーン。 OK、 178万でフィニッシュと。まあタイのベジータ、お前がナンバーワンの使い方はこんな感じかなと思います。まあ魔人ブー編の悟空で固めて、あわよくば気力サポートの、味方を置くっていうのも一つありかなと。今回に至っては地のベジット、まあ技のベジットもなんかついでに、バフを入れたくなったんで技のベジットを入れました。技の反転に関してはただの気分。悟空3は普通に優秀だからね。で途中まで気づかなかったけど、魔人ブー編カテゴリーの悟空だから、ベジータへの、まあ、バフとなるというふうな感じですね。まあ今回に至っては特に、まあ、極限バトル魔人ブー編においては、技の悟空3とか役立つから、まあ、それとベジータを最後に並べる。途中までは悟空&ベジータとベジータっていう並びが一番いいかなと思います。はい。ってな感じでいかがだったでしょうか。今回ね、対ベジータ、お前がナンバーワンだのベジータの、紹介というか、まあ、参考動画でした。参考になった方、ぜひね、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャ。We'll be right back.